古代史新説チャンネル、邪馬台国と日本書紀の界隈。今回探索するのは日本書紀の界隈です。西暦200年代前半の日本に確実にいたとされる卑弥呼が日本書紀に登場しないのはなぜかを考えます。中国の史書三国志の義書の最後に記される和人城、いわゆる義手和人伝は、西暦238年に和の女王卑弥呼が魏に朝貢したことを伝えます。その後幾度かの交渉があった後、247年前後に卑弥呼が亡くなり、その後を13歳の少女である伊予が継いだと記しています。この記事の信憑性は高く、卑弥呼は3世紀前半の日本に確かに実在した女王であろうと考えられています。しかし一方、日本最初の正史であり、天地創造から7世紀末の持統天皇までを変年体で国名に記した日本書紀には卑弥呼の名前は見当たりません。それはどうしてなのでしょうか。まず考えられるのは、卑弥呼が卑弥呼ではなかったということです。卑弥呼というのは、あくまでも中国の史書三国志に記された女王の名前です。その原資料は238年に魏に遣わされたナシメラから魏の役人に伝えられ、皇帝の詔書で真魏倭王とされた女王の名前だと考えられます。当時の日本で漢字は普及していませんでしたから、ナシメたちが女王の名前を卑弥呼だと言ったのを聞いた魏の役人が、その発音に卑弥呼の文字を与えたのかもしれません。よく言われるように、卑、卑しいという女王を蔑んだような文字を当てています。当時の和人は中国から見て文化レベルの低い野蛮人だと思われたのでしょう。もし卑弥呼の側近に漢字を使える人物がいて、ナシメラが卑弥呼の名前の書かれた上表文を携えていたと想定しても、そこに卑という文字は用いられていなかったでしょうから、最終的には魏の役人の中で変換されたのだと思います。ですから卑弥呼の本名が卑弥呼という漢字で表されるものでなかったことは確かです。本来は卑の巫女、あるいは卑の巫女と読んだり書かれたりしていたものではないかというような説も、一定の蓋然性はあると思います。ということで、当てられた漢字から見た場合、卑弥呼が卑弥呼という名前で日本書紀に登場しないのは当然だということになります。では卑弥呼の本名は別にあったとして、その女性を日本書紀の登場人物の中に探ると、最初に名前が上がってくるのは神宮皇后だと思われます。神宮皇后は天皇として即位されませんでしたが、日本書紀の一巻分丸々を使って事跡が記される女帝です。本名は沖永たらし姫の御事であったとされています。その名前からは卑弥呼と結びつきませんが、神宮皇后が摂政をされた期間は西暦201年から269年であったと設定されています。卑弥呼および伊予が存在した期間とぴったりと重なっているのです。さらに神宮皇后摂政期には中として239年に和の女王が魏へ献使朝貢したという記事や、240年に貞春らが金印を持って来和したという記事のように、魏志倭人伝からの引用がいくつか見られます。それで昔から神宮皇后が卑弥呼なのだという説が広まっていました。しかし現在ではそれは否定される方向にあると思います。日本書紀の記念が延長されていることは今や明らかで、神宮皇后の実在を信じる方の中でも、その時期は4世紀後半であったという見解が主流です。そうすると神宮皇后が卑弥呼である可能性は限りなくゼロということになるからです。ちなみに私は、神宮皇后は唐に対して日本の皇統の連続性を見せるために、卑弥呼および伊予になぞらえて創作された女帝であると考えています。そのあたりの考察は日本書紀の界隈13および14でまとめていますので、よろしければご覧ください。
さて、では日本書紀は卑弥呼に言及していないのでしょうか。それを考えるには、まず年代間を再確認しておく必要があります。日本書紀本来の設定では、卑弥呼の生きた3世紀前半は神宮皇后の摂政期間であることは先ほど見ました。しかしそれは紀年延長操作が施された後の設定です。卑弥呼の時代を考えるには、紀年が延長される前の設定を考えなければならないのは当然です。それを復元すると、卑弥呼の時代はどの天皇の治世に該当するのでしょうか。それを私の復元紀年から見てみます。このようになります。私の復元紀年では初代天皇、それは彦穂穂波の御事イコール神武天皇イコール主神天皇であったと考えていますが、初代天皇が神武統制を成し遂げて橿原の宮で即位され、大和王権が誕生したのは西暦301年であったと推定しました。すると日本書紀は初代神武天皇の即位以降は変年体で毎年の事績を綴っていくわけですが、それは301年以降の出来事であるということになります。卑弥呼がいた時代である200年代前半より半世紀も後から天皇の時代が始まっているのです。すなわち卑弥呼がいた時代はどの天皇の治世でもないということになります。卑弥呼が日本書紀の歴代天皇記に登場しないのは当たり前なのです。卑弥呼はとうの昔に亡くなっているからです。以上のように考えると、卑弥呼が日本書紀に登場しないのは日本書紀の歴代天皇の時代が卑弥呼の時代に該当しないからであるという単純明快な結論になります。ですが、日本書紀が301年の初代天皇即位以前について何も記していないかというと、そうではないのです。日本書紀は神武統制以前の出来事を神々の時代の話として、いわゆる神話という形態で書き記しています。日本書紀が第1巻目と第2巻目を使って描いている神代は、日本書紀の設定では紀元前660年の神武天皇即位以前ということになっています。太古の話です。しかし紀年を復元してみると、それは301年以前、つまり200年代の出来事がそこに語られているということになります。そして日本書紀は神代の登場人物に詳細な系譜を与えています。ですから、その系譜をたどって時代を遡ることが可能なのです。それを実行してみますと、初代天皇の曽祖母の世代、3世代前に天照大神がいることがわかります。以前の日本書紀の界隈27でまとめましたので、今回詳細は省きますが、天照大神は247年前後に年すでに長大にして亡くなった卑弥呼像にぴったりと重なります。日本書紀の中で卑弥呼は天照大神として登場していたと考えることができるのです。そう思って読むと、天照大神の本名にも意味があるように思えてきます。天照大神という神の名が一般的に定着していますから、それが本名のように思われていますが、日本書紀本文での名前は登場時から大昼目の鞭です。天照大神というのは別名として併記されているのです。そしてこの難しい霊という文字については、岩波文庫の日本書紀1で注釈がつけられ、巫女パンナギを意味する霊という文字の下の部分を巫女から女に改めることによって、女性の巫女であることを日本書紀の筆者が意図的に示そうとしたものと思われるとされています。卑弥呼が鬼道で人々を引きつけていたという魏志倭人伝の記事を考え合わせると、大昼目の鞭という名前は非常に意味深なネーミングであると思われます。さて、今回の卑弥呼が日本書紀に登場しない理由という視点からまとめてみましょう。前提として、現在私たちが目にする日本書紀は大幅に紀年延長操作が施されていますが、
その前の段階では編纂者は各所から集まった大量の記録や伝承をもとに史実にのっとった正しい歴史を綴ろうとしたと考えます。それを私の命名ですが現日本紀とします。その現日本紀は一旦完成しますが戦場はかなわず現日本紀に記念延長操作を加えて日本書紀が完成したと仮定します。すると現日本紀段階では301年の初代天皇即位以降を大和王権の時代として記述していくわけですから、それ以前の歴史は不要といえば不要なわけです。しかし高間ヶ原の卑弥呼イコール大昼目の無知から初代天皇につながる物語は伝承として語り継がれているわけです。それは大昼目の無知が治める高間ヶ原からニニギノミコトが卑弥呼に天下ってそこで誕生した彦穂穂出水尊イコール初代天皇が卑弥呼から東征に出発して大和を制圧して初代天皇となったというものです。またもともと高間ヶ原出自であったと思われる逃げ早日の尊の一族に伝わる記録もあったでしょうし、初代皇后を輩出した出雲及び吉備勢力の言い伝えもあったはずです。編纂者たちはそれらをまとめ再構築して神代を記述したのだと思います。その現日本紀段階では卑弥呼は自身のいるべき時代にいます。ただし名前は卑弥呼ではなく昼目あるいは大昼目の無知という名前です。これで正史が完成ならそれでよかったのだと思います。いくらか編纂を命じた天武天皇におもねった改変はあったかもしれませんが、概ね史実に即した歴史の完成です。ところが天武天皇の崩御などにより編纂方針が変更され、唐に対抗するための記念延長が行われます。すると当然卑弥呼の生きた時代3世紀前半は天皇の時代となってきます。そして日本が中国に被験しうる長い歴史を持つ国であることをアピールするためには魏志倭人伝に記され唐にその存在を知られている卑弥呼に言及せざるを得ません。しかしながら朝貢して作法体制に入っていたという不都合な歴史を明記するわけにはいきません。そこで卑弥呼を連想させるにとどめた非常に曖昧な存在として神宮皇后が創作されたのではないでしょうか。同時に本物の卑弥呼である大昼目の無知は紀元前660年よりさらに前という太古の昔の神となってしまったのです。以上が卑弥呼が日本書紀に登場しない理由だと考えます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをクリックお願いいたします。ではまた。